金岡工事9月20日から1993年7月30日は日本の実業家、教育者、インテック創業者であり、チューリップテレビ社長、学校法人富山国際学園理事長を歴任した。最高裁判所判事を務めた石坂修一の次男として富山県に生まれる。兄は通産省工業技術委員長を務めた石坂誠一。 祖父は、富山市長、衆議院議員、参議院議員を務めた、石坂とよかず。麻布中学卒業後、東京帝国大学に進学するが、学徒動員で招集され、戦闘機に乗りパイロットとして戦った。満州、法天航空隊の同僚に、後の富士通社長となる、山本拓馬がいたことで、電子計算機の開発に関心を強めた。特攻隊員として、 敗戦を迎える。戦後には、東京大学工学部に再度進学し、山内二郎の下で、計測工学を専攻した。卒業後、東京電力の子会社であった、東光電機に入社する。また、東京理科大学、芝浦工業大学、富山工業高等専門学校で教鞭を取った、こともあった。百五十五年帰業北陸青煙工業に入社する。 一時は、労働組合の委員長も歴任するも、その後取締役に就任する。しかし、経営方針をめぐって、内部対立し退社する。三代目、金岡又左衛門の長女千鶴子と結婚し、金岡生に改める。1964年、インテックの前身である、富山計算センターを富山市に設立、専務に就任する。その後、同社をインテックに解消し、 社長に就任した。公認社長となる中尾哲夫によれば、IT という合唱は40年代の時点で、いち早く使用していたという。社長在任中は、1986年の当初、名称一部上場実現等に手腕を発揮し、同社を国内有数のコンピューター企業へと育て上げた。また、チューリップテレビ、第一薬品、低価製薬社長も兼務したほか、 富山国際大学の創設もした。さらに、44歳で富山県教育委員に選出され県、教育委員長を4期務めた。1993年7月30日、正居。去年67。娘子に、インテック取締役会長、元 IT ホールディングス代表取締役会長の、金岡克美、議定に、金岡祐一、金岡淳二がいる。 i t 人物列伝、金岡浩二氏インテック創業者。kisyakai.blog.snob.jp。2020年5月21日閲覧。富山県実力者とその人脈正解、教育会、労働改編富山新聞社。1976年。金岡浩二氏一記者会インタビュー。2020年5月21日閲覧。 かなおかとはひくことバンク、IT 人物列伝、かなおか氏インテック創業者、kisyakai.blog.snob.jp、2020年5月21日閲覧、富山大百科辞典北日本新聞社、1994年、中日ウェブ社長を語るインテックかなおか社長、知覚と人間性を大切に、中日新聞2012年2月14日、 ありがとうございます。